それの例がたまたま不倫だったんです。奥さんが許してくれたらええやないかっていう人もいっぱいいるわけですから。それ宮迫さん言っちゃダメだ、それ。え宮迫さんがもう言わない俺はしてないから、ね。いやちょっと、面白いと思うんですよ。いや、まあまあ、あれですよね、まあ。不倫用語番組を作りたいわけじゃないですよね。不倫用語番組最初の説明だとなんかちょっとなんか、確かに。一例ですよね、あれは。あくまでも。あ、一例ですよ。あと、俺不倫はしてないから。一回も認めてないからね。ああ、まあまあ、ここには認めてないけど。勝手にしたっていう、断定されてますけど。はいはい。要は、その。一生認めません。あ、もうそれは、その話は大丈夫。それはもう大丈夫です。今も幸せに、奥さんと暮らしています。みんな分かってるんで大丈夫です。本当にやめてください、本当に。誰か寄ってたかって、その批判する意見だけじゃなくて、本当はそんなこと思ってないでしょ、こういうこと言いたいでしょってのが言えない環境が地上波にあるっていう。まあまあ、そういうことです。ああ、なるほど、なるほど、なるほど。そういうことですよ。それの例がたまたま不倫だったんです。奥さんが許してくれたら、ええやないかっていう人もいっぱいいるわけですから。もうそれ、宮迫さん言っちゃダメだ、それ。え宮迫さんがもう言わない俺はしてないからね。ああ、そう。疑惑があっただけですよ。そうですね。そうなんですけど。そんな意見を。正式に述べれるようなワイドショー。正式にそんな意見は述べない。絶対面白いワイドショーになります。炎上はちょくちょくする可能性は大。怖い。こうご期待。マジっすか。やります。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。